ルズキング、まっすぐ市街地へ向かっています。決めなさい。培養できればノロノロと手間取っているお前らとは違うのだよ。本当にこれでいいんですか。ヘルズキングは人類にとって唯一の希望だ。コスモス、進化し続けるカオスヘッダーとの激しい戦いの中でコスモスの体は傷つき限界を迎えていた。一方、完成したかに見えた新兵器カオスキメラにもまだ大きな問題が残されていた。培養できないってどういうこと？カオスキメラの合成には成功したんですが、増やすことができないんですよ。増やすことができない？P87 ポイントのカオスヘッダーを一掃するには自己増殖機能を持たさないと。そんな、ダメだ、安定しない。波長を変更しますか？ああ、データも取り直そう。もう一度やり直しだ。もう少し時間をくれるようキャップに言ってください。僕と弾美さんとで必ずクリアしてみせますから。カオスキメラの量産化は不可能だというのか？はい、おそらく。こうなったらあれを使うしかありますまい。そろそろ彼らに要請してみてはいかがかと。わかった。おそらく納得はすまいがな。ソワック鉱石を防衛軍基地に搬送するんですか？そうだ、今朝要請があった。何でも防衛軍が独自に開発した対カオスヘッダー兵器の完成に必要なんだそうだ。対カオスヘッダー兵器、何なんですかそれ？俺にも分からん。何しろ防衛軍の秘密主義は徹底してるからな。そんなものをこっそり開発していたなんて信用しちゃいねえんだよ俺たちを。カオスキメラの培養だって無理だと思ってるぜ。そんな。綾乃。はい。引き続き P87 ポイントの監視を頼む。了解。ソワック鉱石の搬送には俺も同行する。ソワック鉱石とは月面で採取された高エネルギー鉱石のことである。カオスヘッダーはこの物質を苦手とすることが分かっていた。対カオスヘッダー兵器、一体どんな？どうぞ。ポートバランサー、よし。エネルギー上昇中。コンタクト。
これは。ヘルズキング。バカな。こいつを破壊したはずだ。それがどうしてボレー軍に。驚いたかね、チームアイズの諸君。西条、これは一体どういうことだ。決まってるだろ。対カオスヘッダー殲滅兵器だ。このヘルズキングが対カオスヘッダー兵器。そうだ、我々防衛軍は破壊されたヘルズキングを極秘に回収し復元、強化改造を施した。あのコスモスでさえ苦戦した戦闘メガをさらにパワーアップさせたのだ。危険すぎる。こいつはベリル星人が送り込んできた侵略兵器だ。使い方を誤れば。ありえない。ヘルズキングの電子頭脳は我が防衛軍の優秀な技術スタッフによって完全に制御されている。カオスキメラ一つでノロノロと手間取っているお前らとは違うのだよ。西条、言葉が過ぎるぞ。西条司令官、ご苦労だったね、日浦君。相良司令官、この計画はあなたが指示されたのですか。ソワック鉱石セット完了しました。内部映像出ます。これは我々が開発したソワック反応炉だ。これを搭載したヘルズキングは高出力のソワックビームを発射して物質を原子レベルにまで分解消滅させることが可能である。このソワックビームはカオスヘッダーを倒す切り札となる。ソワック反応炉圧力臨界、いつでも来ます。よし、バトルテストに移る。了解。地上班スタンバイ、ヘルズキングレベル G に移動。スタンバイ完了しました。ヘルズキング起動。ヘルズキング起動。攻撃始め。攻撃始め。どんな攻撃にもびくともしない耐久性、そしてなんだあれは。総重量113,272トンの鉄の塊だ。鉄の塊。これから皆さんは信じられない光景を目の当たりにすることになる。ヘルズキング、ソワックビーム砲掃射。ソワックビーム砲掃射。見たか、この破壊力を。これさえあれば間違いなくカオスヘッダーを殲滅している。我々に残された時間はもうないのだよ、日浦君。コスモスが絶対戦力でなくなった今、我々は我々独自の戦力を持たねばならんのだ。ヘルズキングは人類にとって唯一の希望だ。トレジャーベースに戻る。あとは頼んだぞ。了解。
警備のふりして防衛軍の動きを監視せよか。司令官、車はこちらに。おい武蔵、待ってください。佐原司令官。なんだ。本当にこれでいいんですか。こうするしかないんですか。貴様、君の懸念もわかる。ヘルズキングを使うということは悪魔の力を振るうことにもなるだろう。だったら我々には責任がある。我々の肩には何十億の地球人類の未来がかかっているんだ。たとえこの手を汚しても背負い続けなければならんのだ。それが我々防衛軍の責務であり覚悟だ。これまで我々人類はコスモスに頼りすぎてきた。彼の負担を少しでも軽くすることができるのなら私は喜んで悪魔と手を組もう。思いは君たちアイズと同じではないかね。司令官、急ぎませんと次の会議が。うん、汚した手で汚した手で自分の首を絞めることにはなりませんか。春の武蔵隊員だったな。はい、覚えておこう。毒を持って毒を制すってことか。異星人の侵略兵器が人類の希望だなんて、なんだか皮肉ね。くそー、カオスキメラさえ培養できれば。残された時間は確かにすごい力だ。これならコスモスに頼らなくても。でも本当にそれで。武蔵、何考えてた。まあ大体わかるけどな。しかしヘルズキングが有効な戦力になるのなら。戦力ですか。防衛軍は、いや防衛軍だけじゃない、僕たち合図もみんな力で勝つことだけを考えてる。力と力の争い、今までだってその繰り返しだった。もっともっと別の何かがあれば。別の何か。ソワック反応の構造コントロール不能。バックアップの移行拒絶。ダメだ、フィッシングも受け付けない。どうした。こちらの強制プログラムを実行したところ何か別のプログラムが起動して。別のプログラム。はい、おそらくビリル星人が仕込んでいたセキュリティシステムではないかと。なんだって。なんてやつだ、勝手に起動しやがった。ここは危険です、早くいらしてください。ヘルズキングが暴走。はい、映像出ます。わかりました、急行します。いいだ。土井君、行くんだ。でも仲間が心配なんだ。はずみさん、行ってこい。
よし、続けよう。はい。そう、止まんねえぞ。ここは僕行きません。ブロキさんは敵機内で刺激を。よし、分かった。頼むぞ。はい、頼む。止まってくれ。ヘルズキング、まっすぐ市街地へ向かっています。コンディションレベルレッド、攻撃開始。了解。了解。ヘルズキングは人類にとって唯一の希望だ。クソ、どうすればいいんだ。武蔵、自分を信じるんだ。コスモス、その勇気が私たちの力だ。コスモス。コスモス、ソワックビーム砲だ。光が漏れているんだ。ソワック反応炉をぶっ壊せばあいつは止められる。よし。待ってください。防衛軍から緊急通信です。ヒューラギャップ、ヘルズキングを破壊してはならん。サハラ司令官、ソワック鉱石のエネルギーが尽きればヘルズキングは停止する。それまで待つんだ。しかし主は君たちの千倍特許だろう。なるべく無傷で確保するんだ。ヘルズキングは我々人類に残された最後の希望だ。お前は俺たちの希望じゃない。了解。
さかこの波長は。なんてことをしてくれたんだ、ゆるさん。地上停止だ、やり返りたいだ。シリカ、SRC に圧力をかけ。悪いが、静かにしてくれないか。汚した手で、汚した手で自分の首を絞めることにはなりませんか。春の武蔵か。キャップ、何も言うな。これでよかったんだ。キャップの言う通りだ。悪魔の力なんか借りる必要はない。俺たちは俺たちの力で戦えばいいんだ。みんな喜んで、カオスキメラが培養できそうなの。本当なのか、スラム。粗悪鉱石です。粗悪鉱石の光の波長がカオスキメラの自己増殖機能を促すようなんです。もう少し待ってくれ。今実験を繰り返して詳しいデータを取っている。頼んだぞ、弾み、ドキドキ。分かった、任せてください。ソワック鉱石の光か、見えてきましたね。ああ、人類の希望の光だ。ついに完成される人類の希望、カオスキメラ。目前に控えた最終決戦。教えてくれ、ミドリアス。僕たちはどうすればいい。 P87 ポイントから降り注がれる強力な光は、怪獣ドルバを目覚めさせ、カオスウルトラマンカラミティの脅威を生み出す。次回、ウルトラマンコスモス、地球の悲鳴。戦火の嵐の中、武蔵は何かを感じ始める。